違く、何もうなんか霊感的なそれ反応してる、血管がすげえ開く、なんだここは、早い、歓迎が早い、真横 200m 先、血管がすげえ開く、なんやこれ、気持ち悪い、なんか鳥肌立ってきた、早い、これ嘘でしょ、ほんと鳥肌立ってきた俺、ものすげえ血管が開く、それは霊感的にどういう状態なんですか、警告ですか、なんか何かあるよっていうぐらい、うん、警告だな、俺が、うん、俺の血管やばくねえかな俺、はい、今日ブレスレット持ってきてる、 OK、 じゃあ大丈夫だ、現在地どこだ、ハイキングコースなの、そうですな、だいぶ広い公園っぽいですな、で、ここの心霊スポット、この、今一番この下のところの現在地、ここね、から見て、とん、それは俺に怒ってるのか、幽霊に怒ってるのか、おめえに怒ってる、トンネルと、このトンネルと吊り橋が心霊スポットらしいっす。5分もかかるんか、歩いて。よし、5分か、行こうか。さあ、おちゃらけるのは全然良いのですが、何、なんか、今もうやばいもの感じてる系ですか、うん、なんかよ、あそこ回った瞬間、血管が開いたんだよ。すげえな。なんだこの。うわ。なんだこの。昼までこれか。昼までこれか。あれ？マジか。まだ場所じゃねえやろ。まあでもまあ一応 この辺周辺ぐらいに思ってくれていいのかな。朝鮮トンネルだって別にトンネルだけかって言われたらそうでもないわけだし。どれぐらいやばいです。今までに行った場所でリストすると。今？うん。見えない何かに俺は押されてる。あ、言えば、うん、川の流れに逆らった歩き方。ああ、向こうから水が流れてきてるけど、そのっていう、そうそう、あの、それに逆らって進んでるような。そう。うわー、なんだこれ。気持ち悪い、ここ。いろんな心霊スポット行ってきて、なんていうの、どこぐらいやばいです。タラオ処刑場か、おっと、難易度が高すぎるぞ。あそこ、なんやった、あの、足カリカリ、タラオだろ、はい、あそこ。うん。あのぐらいの空気の重さ。すげえな、ここ。うーわ。完全、ちょっとモード変えるぞ、俺。ちょっと。なんていうかね、このカッちゃんがガチモードになられた瞬間ね、無理が前行こうかっていうセリフはね、引っ込むんだよね。前が前に行かれるの困るんだ、俺、それ。そう。うっかり地雷ゾーン踏み抜くよっていうそれがあるから。すげえな。今のところ、どっち方面から、なんていうの、その悪い気っていうか、なんか、おー、トンネル方面だ。あっちだ。あ、そうなの？はい、トンネルこっち側です。今明るいんですけど。はい。あ、ホワイトボード持ってくるの忘れてな。あ、しまった。はい。取ってきましょうか。やだ。鍵さえ渡してくれたら取ってくるけど。僕から行けば画面見かれる。右。はい、こっち側。はい、あそこに岩があります。岩？はい。岩があるんですよ。ああちょうどあのそうあそこにね、まあいわば60ぐらいの おじい様が立っておられます。すごい立つ方やな、偉くないのかな、あのなんか偉い急斜面に立つおじいちゃん系のあれだ、ね、俺はできんな、あ結構急斜面よ、ほぼほぼ壁じゃないか。動物もここ登っていっとる。おっと。まあいいや。夜やだな。今あの中腹に横になってます。これ歓迎されてませんね。あ本当にトンネルあるやん。ね、はい、このトンネルが。
問題の心霊スポットということですが。あらまあ真っ暗。嘘だろ。トンネルの写真なかったんよ。これやべえぞ。トンネル暗えぞ。あった。重い。本当に重いな。マジか。これは良いじゃねえな、おい。サタンの力借りるか、俺が。だな。あまり離れるね、俺から。はい。頼むよ。これぐらいの距離ならいいですか。おお。その今言った悪魔の力借りるっていうのは具体的にはどんな感じのことをするんです。これ取られるぞなんか。一応通行中心な通行注意。通っていいの？これ行くんか俺。マジか。この看板だけ見ていいかな。中腹に走行中、走行中。トンネル内は暗く溝があり、懐中電灯が懐中電灯などが必須。大雨後には水たまりができる場合あり。こちら雨降ってないから大丈夫ですよ多分。これ行くか。あれ冷凍だよね絶対。よくねすげえ青く見えるなあそこだけは。どのあたりです。真ん中あたり。ああちょうど5分目ぐらい。カメラで映らんかな。なんかさあ冷凍映りますか。すげえ。お前このトンネル見てどういう風に見える今のところ。まあなんていうの、多分誰でも分かるレベルの暗いトンネルだなっていうのがまずあるじゃないですか。だろう。俺にはよ、はい、白に見えるんだよ、なんか奥が。おっと、霞かかかあの霧がかかったように見える、今俺。っていうか、なんか暗さのせいで距離感が途中から分からなくなるトンネルですね。なんか霧がかかってよ、向こう側が俺、かすかにしか見えない。どうします、スルーします。いや、期待以上ちょっと下にしてこう。ああそうか、こっちでも何か来る可能性があるのか、問題が。ああ重いなこれ。いや一応言うと、こっちから行くとトンネル 1,2 個あって、3つ 1,2,3 個くらいあって、で池まで池ぐるりと回る感じで桟橋行って帰るぐらいのプランだったんですけれど、無理なら撤退して桟橋層だけ見に行く感じでもありですよ。はい、画質が暗くなります、ごめんなさい。元気ね。そんな時のために携帯のライト。なんか彼はゴミの上にいます。かっちゃん離れてるの。あ、ここエコーがかかっていいな。結構深い溝があるんですよ。前になると何も見えない。私のお母さんの前で泣かないでください。歌うのは車の中だけにしてもらって。そこに聞こえてないの？私はいません。聞こえます。おっと、女性男性。まあ、このぐらいからさ、まあ、男性ですね、この人は。髪長い男性かな。へえー。最近亡くなった方？いや、古いな。あら、向こう行ってたって、行こう。怒られた。いや、怒られてない、向こう行けって言われただけ。今ちょうど冷凍のど真ん中ぐらいですか。そうや、なんだ、冷凍もちょっと、ほら音が変わるわ、冷凍。あーって喋ってみ。あ
ちょっと向こう行って喋ってみ。反響しましたな。うん、反響消えたでしょ、一瞬。そうですね。ね、うん、これ0度。ほんでちょっと行くと、反響が始まる。なんていう、なんていう、わかんない判断方法。でしょ、反響が出たでしょ。いいよ、わかりやすいでしょ、見たらが。わかりやすく教えてる。冷凍ってそんなちっちゃいんですか。ちっちゃいのもあれば大きいのもあるけどね。タチュー道ぐらい整理してよ、これ。整備されたら、整備されたら幽霊の軽装なんだよな。真ん中急に割れとるもんな。っていうか登ってるし、俺さっきからさ、地割れ嫌いなんですけど、この前の地震で地割れなの、これ。めんどくせえな、あちこち探しながら。いい感じになんか左右にこの割れてるから。あ、今声聞こえた、太い声。おっと、さっきの方。あぶら、君の声ではないな。もういいや。でも静かすぎて怖いよ。こんなにたくさんおるのに何一つ声かけられないんですか。たくさんいらっしゃいますか。うん、怖いな。怖いかな。今の時点で通り過ぎたの何人ぐらいですか。10体ぐらいいるんじゃないか、これ。わお。これなんか落ちてきた。なんか、虫かなんかが落ちてきた。あ、珍しいトンネルだね。これ以上反響しないって。確かに、うん、あ、もう反響しませんね。ね、あ、レードをくぐったせいか。気持ち悪いじゃん、俺の方。一気にバッテリー持ってかれたな。うん、さあ、第2のトンネルはまあ右側にございます。こちらですね。説明されんでも見えます、俺には嫌だよっていうぐらい。さあ、次のトンネルは、これはもう本当に軽い。普通のトンネル。これならいいよ。地面の状態が大丈夫ですかな。全然、さっきと一緒。まだいいよ、こっちの方が。確かに。なんことねえな、これ。ん？すげえな、ここも。声が聞こえる。今度は声か。めんどくせえ、ここ。声だ。あんまり聞きたくない系ですか。うわ、すげえ声だな。聞こえるのが、何しに来た。お前の来るとこじゃない。お前の来るとこじゃないって、お前は。ここにはふさわしくないって。俺はふさわしくなくてもない。何ふさわしくないって。どういう意味おるの？俺、視聴者さんもあんまり人気ないけど、幽霊にも人気ないよな。なんで？俺、こんなに性格悪いかな？悪魔の力強めで言ってるからじゃないの。要は怖い存在なんじゃないの？めちゃくちゃ強く、ガンガン出しとるわけ。今、トコレテン状態に押し込んどるもん。そりゃ邪魔だわ。そう。ちょっと振り返って挨拶だけしておこう。失礼しました。お邪魔しました。戻っててよ。何、どこに追いやったの一回。やば、出せちゃった。邪魔こけっていうの。多分笑ってるけど相当やばい環境なんだろうな、これ。あ、これラッポンですか、もしかして。パチパチってね。まだあるよ。息が。そうですね。これ違う違う。もっとなんかあの、池があって、ど真ん中に向かうように桟橋が1個あるので。池まで行けっていうこと？そう、池まで行けってことです。
これ渡れるの？石橋は叩いて渡るもの、ゴー。早くいい音が反響するんですけど。大丈夫、仮にこの橋ぶっ壊れても下は水だ。やだ、なんか水死んでそう。虫よけるな。さて、かっちゃん、今このここの橋はどうです？何もないです。これすげえな。はい、それは何がすごい？幽霊の数、重さ？幽霊の数かな。珍しいですか、そんな多い。自殺者がおるな。ほう、この湖で、池で。どうなの？いや、そんな記事は、あの軽く心霊サイト見た感じではなかったけど、その、この池とかで女の人の幽霊が出ますとかそういうのはあったけど、女の霊は何だったかな。でもそんななんか自殺者の下りはなかった気がするな。この橋の下の子は。おっと。いや、見てるよ、こっち。これ何？これは自殺じゃない、ないの？なんていうか、むしろ、誰か飛び降りようものならがっつり引き込む気っていうことですか？だろうな。ああ、よくない。自殺願望がある人だったら多分行くだろうな。何か薄暗いもの見えますか、視聴者さん。いや、ちょっとお前、君もここ座り、一旦座り、ダンプリーズ。はい。で、俺と一緒に見て、はい、何か変な感じですね。自分が引き寄せられていくような気がしない？こうやって感じ取ると、なんていうか、さっきさ、この、まあ、こっち側見ての感想なんですけど、水着じゃないみたいなこと言ったじゃないですか。ここなんか水きれいだなっていう、なんかそういう意味合いのなんかあれは感じる。なんか汚いだろう、水は本来。本来汚いはずなんですけど、なんか引っ込まれそうな気がするやろう。なんか綺麗に反射してるせいか、持ってない感覚と俺がパワーと一緒に見とる感覚と違う。どう？なんかあの、あー綺麗って思って、なんか思わず近づきたくなるあの感覚、うん、あれが近いかな、なんていうか。だろうね、これが自殺の。うん、よくない。うん、見ると汚いんだよね、あそこ見えない。そう、あの商品戻れ、パーンってやられた瞬間に、うん、汚いですわってなる。あのこれが、あれだ、死ぬ前のあの川の見え方だわ。でもここ怖えな、夜怖えでしょ、バケるぞ、ここ。まだあるんかい。あ、トンネル3つ行って終わりか。行くの、ここ。おっと、いや、そうだ、お顔。さあ、カメラでとりあえず中を見ましょう。一番最初よりも最高だぞ、ここ。視聴者さんは何か見えますかい？何か見えたらまずい警戒？女性ですか、男性ですか？急にほら、風吹いてきたでしょ。はい、さっきまで風吹いてねえのに。なるほど、来るなっていう押し込みなのか、これが。これがもう向こうの抵抗するものだろうな、これ。さっきまで吹いてなかったよ、こんな風。そうですね、あの俺がこの前に立つ時は吹いてなかったですね。だろう。真ん中の女性って言った時点でもう完全にこか風吹いたよ。はい。これ何、この気持ち悪い風が嫌なんだ俺。嫌だなぁ、もうこんなんか。気が重いな俺、もうちょっと楽やと思ったのに。ああ、草むしりでもしろかな今日。夜来るまで。あ、おかん弁当買ってこんのかね俺。あの急にハッとするのやめてもらって。幽霊食わんなんや俺。幽霊ってお腹の足しになります。なれへん。
これかー、さっきよりすげえな。その真ん中の女性が、ほらだんだん来てみ、ますます風が強くなってきておる。本当だ、涼しいなあ。これはこんだけ俺が悪魔の力出すから、そりゃやがるわな。じゃあこれ一回ちょっと止めよう。サタンはどうぞ、普通の霊感でいこう。普通のかっちゃんの状態で。何、それはスーパーサイヤ人とスーパーサイヤ人2ぐらいのノリで見てればよかったんですか。普通の、悟空になった今。スーパーサイヤ人じゃない、ノーマルに。スーパーサイヤ人4から。3飛び抜いた。うん、一気に。さあ、これで行くか。これで行った方が通りやすいな。さっきよりが弱なってるね、風が。でもまあまあなんていうの、強い風ですよ、うん、さっきとなんていうの、無風のあの時と比べたら。すげえだろ、無風が一気に風来るんでな、もうそれだけ来るなっていう言い方やな。歓迎されてるな。これ入るんか俺。たまいてえな。さっきリラックスした分全部持ってかれてるんだろ。さっきのパワースポット何やったんや俺。でもあそこで少し抜けたで来れるんやろ。あ、もう片重め。はい、皆さん、暗闇で、あ、電気ついてるよ、大丈夫。ライト、ライト、せめてものライトとして使わないと。今、すいません、真ん中あたりに、まあこれも夜ちゃんと説明します。多分いると思うんですよ、あそこに。はい、自爆霊的なことですかね。はい、ここに頭があります。どこ行っててください、ここにね、これ、これね、口に選んでるの、やだね。いや、暴れはしないけど、別にここも暴れて、暴れて帰っていった人がおるらしいんだって。あら、まあ、いや、暴れません、僕らは。僕らはただの撮影人です。ただ通り過ぎたいだけです、撮影人。おお、男はいつも、おお、旅するだけで。松山千春です。最近モノマネやってって言われるの。さっきの反響を調べる時のための歌もそうだけど、え、似てたと思わへん。私のお墓の前で。これは騒ぐにカウントされないのか。さあ、あの水溜りをどう渡るかだな。おっと、物理的な問題が来た。無意、俺の橋となる。は。大抵くんや、長靴持ってきてねえし、俺。靴で行くしかねえな。やだよ。ああ、やばった、クロックスではないな。違うよ。トーンで飛んどるし。絶対いけねえじゃん。クロックスで走ろう、毎日を。さあ、どう渡るかだな。どう渡るかだな。あ、ここにいい石がある。あ、これは良くない。いや、良くないな。あ、バランス悪。こ。こんなちょこっとじゃね？水。は？違う、結構あるよこれ。じゃないけどな、足は。いいか。よし。いった。雨降ったんだね。
コウモリも逃げてくし、真ん中の幽霊も逃げた。ほう。俺やったな、またここ戻るの。想像より難易度が高いところであった。失礼いたしました。ありがとうございました。